はい、皆さん、こんにちは。ジョリキテる今回はね、ブラウン着てます。ということで、ブラブラなんですけどもね。えー、ちょっとね、今回に関してはですね、なぜこのラ、え、むえ、ね、茶色を着てるかというのはあんまり意味ないんですけども、まあ、あの、ちょっといろいろね、タンスから引っ張り出してきたら茶色が目についちゃったもんですから、えー、特に理由はありませんけど、えー、茶色着てます、みたいな感じなんですけどね。 はい。本日はですね、12月25日クリスマス。クリスマスのね、朝にちょっとこの動画を撮っている次第なんですけども、昨日もね、昨日はまあクリスマスイブというようなことで、ちょっとね、いろいろとその動画をえ出した時にもですね、皆さんからえクリスマスイブおめでとうということでですね、いっぱいね、コメントでメッセージをいただきました。皆様のですね、どのようなクリスマスイブをね、お過ごしになったでしょうかということで、まあ 楽しいね、クリスマスだったというようなことを、クリスマスイブだったことをね、えー、ぜひね、お祈りいたしたいなというような感じで、えー、今回のこの動画もね、いろいろなことをちょっと話していきたいなっていう感じです。いや、本当ね、もうね、本日12月25日でしょ、えー、でも31日、あと1週間後にはですね、大晦日、えー、そしてね、1月元旦のお正月ということで、 え、もう令和4年、え、2022年ももう終わり、え、で、2023年、令和のいよいよ5年ということで、え、始まるなという感じですね。で、日本の皇室は、というかまあ日本の皇族関係、これからね、来年の令和5年にかけて、どういったようになっていくかということが非常にえ気になっているところですけども、そういった中でね、やっぱり、え、昨日は昨日でね、まあい、いろんなね、え、まあニュースも出てましたというようなことで、ちょっとね、今回はね、二つばかしね、 ピックアップしたいなというような感じです。というのもですね、えー、皆さんどうでしょうか私最近ね、えー、ちょっとね、まあいろんなね、ニュース関係だとかそういうのをね、まあ毎日のようにちょっとチェックさせてもらってるんですけども、その中でね、最近ちょっとね、気がついた点というか、まあ私が思う点といえばですね、えー、まあ天皇ご一家、特にですね、まあどちらかというとお誕生日もあったということもあるんですけども、 雅、えー、子様そしてね特にやっぱりねあのー、愛子様ですね年宮愛子様がまが学習院のね大学の方に、えー、通うことがね、えー、始められましたというようなことでよかったですねっていうこともあるんですけどもどなんかねそのね、えー、特に皇后雅子さま、えー、年宮、えー、愛子様に関するですね えー、ちょっとね、報道が増えてきたかなというようなことが、ちょっとね、最近すごくね、感じてるんですね。まあ、それ自体私なんか非常に嬉しいんですけどね。えー、まあ、なんか変また変なね、えー、思惑というか、そういったのはなければいいなっていう感じではあるんですけども。まあ、そういった中でですね、例えば、えー、愛子様、えー、年宮愛子内親王殿下に関してはですね、これいつだっけなこれやっぱりスポニチが出してたような話で、 えー、和田明子さんですね、歌手の和田明子さんがこんなことを言われてましたよっていうことが、スポニチになんか出てました。えー、これね、えー、っとですね、えー、昨日ですね、昨日の日本放送の、えー、なんだこれ、ゴッドアフタヌーンっていう、アッコのいい加減に1 0回っていう、そういったなんか番組がね、あるらしいんですけども、そこで和田明子さんがね、やっぱりね、えー、愛子様に関してね、いろいろ言われておりました。 まああの、お褒めになるようなね、言葉なんで、私もね、ぜひ紹介しようかなというような感じだったんですけども、えっとね、やっぱり、例えばやっぱり穏やかで凛としていらっしゃる品があるねとかですね、なんか、お健やかに育たれたんだなっていう感じ、というようなね、和田彦さんのコメントに対して、アナウンサーのですね、柿原忠さんもね、 実,実際に最近は一人の美しい女性としてね、見てるだけで、えー、僕らも心穏やかになるなと思いますね。っていうようなことを、この日本放送でね、具体的に話されてたんですね。まあ、それプラスですね、まあ、あの、上皇陛下のお誕生日をお迎えになられたということで、まあ、上皇陛下に関してもね、いろいろちょっとお話をされてるんですけども、ちょっとね、それはね、割愛しようかな、みたいな感じなんですけどね。まあ、いずれにしてもね、あのー、 和田キ子さんもですね、このね、日本放送の番組を通じて、まあ、愛子様に関してはね、もう本当に、えー、まあ、立派な青年皇族として、えー、おなりになりましたね、というようなね、えー、褒められたようなそう、そういったようなですね、コメントを、えー、実際の公共のですね、番組で言われていた、というようなことで、まあ、これに関してはね、さっきもちょっと言いましたように、最近やっぱり本当にね、うん、あの、 まあ、愛子さまもしくはですね、まあ、雅子さまのね、えー、その皇后雅子さまのお誕生日があったというようなこともあるんでしょうけども、えー、そのお誕生日以降ですね、えー、非常にそういった、えーまあ、報道が増えているなというようなね、まあ、すべての報道がですね、えー、それこそですね、来年令、令和5年に関してはね、皇后雅子さまの時代だよとかですね、愛子さまに関しては、今ちょっとね、言わさせていただいたように、 え、青年皇族として非常にですね、立派になられましたよと言った。まあそういったような記事が多いので、まあそれ自体は非常に私も嬉しいんですけどもね。なんかちょっとね、急に増えてきたんで、そこら辺がなんかね、ちょっとね、うん、なんか最近ね、経験問題なんかも話してるとですね、もうひねくれちゃうんですよね。考え方がね。まあなので、なんか、うん、なんかこれからね、ちょっと変な方向に行かなきゃいいなというようなね、感じなんですけどね。まあ、あの、あえて言いますけども、 あのこういったいい報道というかですね嬉しい報道それは当然嬉しいんでねどんどんあればいいなというのはそれはあの私の気持ちとして真摯な気持ちとしてありますけどねというような感じがまず一つとですね今回のえちょっとねまあメインじゃありませんけどもやっぱりねこういったようないい報道というかまあ心温まるような報道えとまあ比較してじゃありませんけどまあ比較するようなね 話ではありませんけども、えー、やっぱりね、えーヌ宮様というか、えーヌ宮ご夫妻というかですね、えー、そういったような報道、相変わらずですね、うん、あんまりいいコメントがつかないなというかですね、えー、まあ、なんかね、批判じみた、えヤフコメもいっぱいあるな、みたいな感じで出てたのが、これも昨日だよね。えー、日本学生科学賞の中央表彰式に、えーヌ宮殿下が、えー、まあ、実際にご出席をされて、 まあ実際にです、ね、その受賞されたです、ね、一人一人に挨拶するというようなことだとか、えー、実際に永野、ね、宮様は受賞者ひ、まあ、今言ったように、ね、一人一人に声をかけたい、なおかつです、ね、危険をさ検知する自作の人工知能を搭載した、えー、視覚障害者向けの白状ですね、白い杖ですね、あの皆さんよく、ね、あのご覧になると思いますけれども、あの白い杖。 を研究した男子高校生に対してこれは本当に実用化するといいですねというふうなまあ、話というようなことを話されたというようなことらしいですけどねまあちょっとね今回のこのね、えー、この日本学生科学省の表彰式にお出ましになるというようなことは前から分かってましたけども。 まあ、このね、実際にお出ましをされてですね、どういったようなことを話されるか、プラスですね、その後にいろいろですね、またね、バッシングの嵐が起きるんじゃないかなというふうに思ってましたけどね、まあ、例のカピバラ事件なんかもありましたしね、というようなことも考えて、やっぱりね、ちょっとね、いろいろね、この後のコメント等をね、見ましたけど、まあ、案の定のごとかなという感じですよね。あのね、ほんとね、 これ私のね、ほんと正直な気持ちですけどね。さっきのようなですね、その、例えばね、愛子様、年のみ愛子様もしくは皇后雅子様のねえ、そういったような露出というかですね、いろんな報道が出るえ、非常に私も大歓迎ですっていう感じなんですけども、これ本当の私のね、純粋な気持ちとしてなんですけども、もしくは私見ね、もしくは独り言ですけども、もうね、あの、永英宮殿下、もしくはですね、経費殿下、特にこのね、ご夫妻、 に関してはですね、あの、もうちょっとね、えー、控えた方がよろしいんじゃないですかっていうようなことをね、つくづくと思いますね。まあ、お車代が入らないとかね、まあそういったようなことあるかもしれないけどね。でもそういったようなことはちょっと置いといたとしてもですね、あの、今現在ですね、何かをされることによって、まあこういったような炎上気味ので、もしくは完全炎上の、炎上するようなですね、コメントがね、後からバーッとね、ついちゃうわけですよ。 まあそういったような批判。それこそね、ブログだとか、まあ私のこの YouTube だとかね、私以外の方もいろんなこと言われるでしょうし、えー、もしくはね、Twitter なんかは特にそうですよね。そういったようなね、バッシングの話が続いちゃうんですよ。というようなことを考えてもね、ちょっとね、まあ、ほとぼりをさめ、冷ますはちょっと言葉的にね、ちょっと語弊があるかもしれませんけども、 あまりね、こういう今までのごとくですね、何でもかんでもね、公務にバン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 出る、お出になるというようなことはね、ちょっとやめた方がいいよ、というようなことをね、感じますけどね。まあ、あのー、 考え方によってはね、そういったね、いろんなね、あの批判が起きちゃってる中、それこそシカコ様じゃありませんけども、公務を逆にバンバンすることによって国民に対していい印象を植え付けようみたいなは、ね、考え方があるのかもしれませんけど、今の時点でどう思いますか皆さん無理だよね。絶対ね。こういったようなことで、ね、何か出ることによってですね、おでに出ること、おでになられることによって、もうすべてのことによってね、もういろんなね、えー、批判が出るのは明らか。 というようよな感じですね今回だってやっぱりねこれやっぱりヤフコメなんかの同じですよ。えー、国民に寄り添うとね到底ね無理だしね寄り添う何というねそういったようなねもう意味合いになっちゃうだろうとかですね。えー、っとね例えばね来年か再来年はもう坊っちゃんですよエイチ様ですよが入賞しそれを理由にね 例の東大の話が出るんじゃないかなというようなことをね想像しちゃうような読者の方もいらっしゃるわけですよ。でやっぱり出てますよ。カピバラがね、えー、まあバーベキューにして食べちゃったというようなことでね逆にそういったようなことを説明したんじゃした方がいいんじゃないのかなというようなまあそういうようなね何、えー、て言うのかな、まあ、バッシングに近いような、えー、コメントがねずらーっと並んじゃうわけですよ。その コメントが並ぶ、すなわち、ね、国民の民意として上がることによって、どん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 そのね、まあ説明されないじゃないですか、最終的な、ね、結論としてね。もういくらね、もう経験問題にしても何にしてもですね、いくらこれだけですね、説明した方がいいですよって、私もね、口酸っぱくなるほどずっとね、何百回も言ってましたけど、結局されないわけですよ。 で、これから、あの、経営庁はがね、あの、例の SNS 配信をするとか何とか言ってますけども、それだってね、私も今から想像しちゃいますけども、配信したとしてもね、まあ、ろくな配信ないだろうなっていうようなことはね、私は想像できちゃいますので、そういったことを考えるとね、少なくともね、こういったようなね、公務はね、ぜひね、お控えくださいというようなことをね、あえて言いたいなと思いました。まあ、あの、あまりにもね、 えー、明と暗というかね、光と影というかね、じゃあ,ありませんけども、そういったね、今回ちょっと二つのね、記事両方とまた URL、概要欄に貼っときますけども、あまりにもそういったらね、二つの、さっき言った明とね、光と影じゃないけどね、あまりにも対照的なんですよ。比較しちゃいけないんでしょうけども、どうしても比較しちゃうよね、読者としてはね。特にやっぱり皇室関係、今現在ね、非常に注目されておりますので、 やっぱりね、特に昔から昔ながらの皇室ファンだとか私なんかも含めてね皇室のことに非常に関心があるというような方に関してはどうしたってですね注目しちゃいますよねっていう感じなのでちょっとね紹介させてもらいました。 えー、本当であればね、クリスマスですので、皆様、あのご家族の方と一緒にね、えー、本日もやっぱりケーキを食べながらということで、えー、楽しまれるような機会かなというようなね、えー、感じなんですけども、ちょっとね、こういったのはね、なんか批判だとかね、バッシングみたいなことでお話しするのもちょっとね、どうかなと思ったんですけど、やっぱりあまりにもね、この温度差が違うんですね。同じね、皇、え、族、ー、の方、まあ当然ね、 え、天皇ご一家、ま、本家、本筋じゃありませんけども、そういったようなね、えー、本流とね、当然、三宅ということで、まあ、お立場は違うますけども、まあ、同じ皇族という観点から言うとですね、あまりにも違うということで、ちょっとね、上げさせてもらいました。はい、えー、今回もありがとうございました。それではまた皆さん、バイバイ。